あ、ベロニカさん、頭に糸くずがついてますよ。ん、取って差し上げましょう。おう、取ってくれ、取ってくれ。よいしょっと。あいた。うわ、ごめんなさい。糸くずかと思ったら、まさかの白髪のようでした。しかし、いつまでも若くて美しいベロニカさんに白髪があったなんて、ショックなのねん。マジか。実は最近自分でも気づいていたから、発見次第抜いたりカットしたりしていたんだが、やっぱカリスマスタイリストリリコがいないとダメだな。抜いたら増えるってよく聞きますけど、大丈夫なんですか？そういえば、メロニカさんってお年は何歳だったですかね？何？そんなこと知るか。私は年齢不詳のベロニカ様だぜ。しょうがないな。後で見切っちゃいますよ。無駄無駄。私のページはほとんど嘘だらけだし、熱狂的なファンは変なこと書いてたらとんでもないスピードで編集削除してくれるみたいだからな。マジですか？それは参りましたね。あんた、それ以上この件に関わると死ぬよ。怖っ。しかし年齢不詳といえば、お前こそ何歳だかわからないな。何を言ってるんですか？僕はいいお年頃ですよ。まあ、一切興味ないけどね。ひどいな。僕は別に年齢を隠したりしていませんから、お教えしましょうか。僕は今9歳ですよ。けお前マジか。マジで年齢不詳だな。年聞かされてもピンとこん。そうですか。やだな、もんだ。ああ、お前が白髪発見したおかげで気になりだした。予定変更。私今から行きつけの美容院に行ってくるわ。ごめん。まあ後で他のみんなも来る予定だから、そう伝えといてくれ。うん、それはすいませんでした。白髪なんぞ発見してしまって、皆さんにはベロニカさんが白髪を気にして今日は来れなくなったとしっかり伝えておきますよ。くー、大丈夫ですからね。そう、あんまり白髪白髪って連呼するなっちゅうの。じゃあな、よいしょっと。じゃあね、ベロニカさん。時の流れはなんと早いのでしょう。ベロニカさんに白髪とは、まあ僕は白髪よりとにかくお腹のお肉ですよ。大好きなおにぎりを少し控えているんですけど、なかなか細くなりませんね。このペースでいくと5年後の体重は、恐ろしや恐ろしや。もしかして太る病気だったりして。で、そんなことないか。でもベジタリアンでこの体重ってことは、普通の食事をしていたら一体何歳になるの。